仮想通貨、シンボル、ジムは上がるのか仮想通貨、シンボル、ジムが爆上げして、日本でもね、ツイッターでトレンドになりました。本日はね、短期的、そして長期的、そして未来があるかについてね、すべてこの動画で話していきたいと思うので、シンボルについてもっと知りたいという方は、ぜひ最後まで見ていって、チャンネル登録もしていってください。ということでね、早速ね、入っていきたいと思います。まあ、仮想通貨ね、シンボルがね、言うたらですね、本当にね、機能ですね、 こちら、もうありえないぐらい、ね、上がったんですよね。40%ぐらい、ね、短期的に上がっていきまして、まあ、そこからこうやって測っていきますね。40%ぐらい、41%、ね、上がっていったっていうわけで、ツイッターの、ね、トレンドに入るレベルになりました。ですがね、ちょっとね、もうちょっとね、大きな、ね、スケールで見ていただきたいです、皆さん。確かにここだけ見たら上がってますけど、市場最高値からいくら落ちてるか皆さん、お気づきでしょうか 0.77ドルぐらいが、ね、市場最高値だったんですけど、まあ、プレスエール価格も、ね、割ってしまって、見てください。0.038ですよ。プレスエールがあったか分かんないんですけど、ここの取引所が合ってるか分かんないんですけど、まあ、0.038なんで、もう市場最高値から、ね、もう20分の1とか、もうそれ以上してるわけなんですよね。ので、まあ、それでも、ね、これが上がったと皆さん、ね、言えるのでしょうか。市場最高値からも95%、6%ぐらい、ね、下がってる状況なんですよ。 で、まあ、ツイッターとか見てる感じだとね、まあ、こんな感じでね、まあ、ちょっと上がっただけで40%は、まあ、確かにね、この環境ではすごいんですけど、大きな目で見てみますとね、どれぐらいシンボルが下がってきたのか。それと比べると40%ってね、本当に何でもないんですよ。だってよ,ようやくね、100%上がったとして2倍になるんで、その2倍上がったとしてもね、このね、グランドスキーム、大きな目で見ていきますと全然上がっていないんですよ。 のでちょっと上がっただけでね、こんなにねトレンドに入るっていうことで、ものすごく日本,に日本人にとっては人気な通貨なんだなと思いました。そして、ですねまあこういうツイートあったんですけど、ジムホルダー埋めると大変に大変よく頑張った、あと59円上がれば、福民損害出脱せられると、ジムにね、結婚してるか分かんないんですけど、信者だと思うんですけど、そういうね、59円、今から上がると思いますかで、ここからね、ちゃんとね、私は決してアンチとかではないんですけど、こういうねツイート見て心配になってくるんですよ。 感情的に、えー、と動かされすぎて、ちゃんと損切るところは損切,損切れず、感情的にエントリーしたからこそこういうね、まあ、状況になると思うんです。だからこういうツイートすると思うんですよ。こっから59円ってね、もう15倍ですよ。言ったら本当にね、高値の高値で掴んじゃったって感じでございます。でね、なぜね、こっからね、短期的にね、上がる可能性がね、めちゃくちゃ低いのか、えー、今からね、説明していきたいと思います。一、まあ、つね、ビットコインのね、チャート開いていきたいんですけど、 まあ皆さんに知っていただきたいことは仮想通貨とかね全部ビットコインの連動してるんですよ。ビットコインが元気にならないと 他のね、アルトコイン、そしてシンボル、もちろん、ジムがね、上がらないってわけなんですよ。で、シンボル、ジムがね、いつ上がったのか。11月と3月なんですよ。とりあえず2021年の3月と11月。で、これね、アルトコイン、秘密、これね、皆さんに教えるんですけど、アルトコインとかじゃなくて、シンボルだけじゃなくて、すべてのアルトコインに言えることなんですけど、このオレンジのラインがね、二次種平均性なんですけど、この上でね、ビットコインが、はるかに上で緩やかな動き、こういうね、爆上げの時じゃなくて、緩やかな動きをしている時のみ、 アルトコインで爆上げすするんですよでよね、これ私のね、前のね、動画でね、説明してるんですけど、皆さんね、これ本当に教育的コンテンツだと思うんで、すべての仮想通貨がね、大暴落する理由ってことで、まあこれね、ちゃんと見ていただきたいんですけどね、こういう動画、ちょっと見ていってください。まあ、ここで説明しているのですが、まあ、アルトコインがね、まあ爆上げするときってどういうときなのかと言いますと、まあさっきも言った通りね、横横の動きをビットコインがしたときです。で、このとき見てください。これ3月とこれ11月ね。で、これでね、ジムの値動き見ていきましょう。ジムがねいつ爆 明けしたのかか、ね、見ているかなと思いますこちらジムの、ね、チャートを開いていきます。見てください。もうちょうどね、3月ですよ。ビットコインが横横の動きをしてたときと、こちら見てください。9月から11月、ビットコインがね、緩やかな動きをしてたとき。そしてビットコインがね、安値を切り下げた瞬間ね、見てください。アルトコインはより多く、より大きくビットコインより下がっていったんですよ。で、見てください。こちらジムはビットコインは市場最高値超えたのに、3月の市場最高値う超えることもできませんでした。 で、ここから暴落してって何、本当に何もしていない状況なんですよ。ので、まあ、シンボルがね、上がるためには、アウトコインが上がるためには、ビットコインがこの20種平均ですよね。まあ、回復しないといけない。そして見てわかる通りですね。まあ、あとと、ちょっと なので、ね、本当にあとちょっとあれね、これ、下がってきてて、このサポートラインの上にいるんで、もう本当にね、あと数週間でどっちに動くのか、もう本当にね、決着がつきます。もう今年の終わりまで、11月中にはね、こちら、決着がつく感じとなってるんで、もしこれがね、暴落すればね、シンボル、さらに暴落することになりますで。もしね、こちら、これ、上抜けてね、サポートとして、ね、ホールドすることができたら、でね、以前にもこれね、上抜けて、サポートとしてホールドすることができずね、暴落していたことあるんですよ。 ここはスパサポートホールできました。サポートホールドできませんでしたと。ので、サポートをね、数週間にわたって、まあ、ホールドすることができたのであれば、未来はありますけど、短期的に。今の現在のマクロ経済上のことを考えますと、えっ、ー、と、ずっとね、FRB は利上げを行ってて、利下げをね、する関係、えー、するね、感じもしません。そして失業率もまだ高くなってないんで、まだ、ね、利上げをするってことをね、示唆しております。ので、マクロ的な関係、側面から見ますと、 そして今の相場の関係から見ますとね、アルトコインは、ね、しばらくの間ね上がら、バクアギはこういうバブルは来ません。ビットコインがまた、ね、バブルに入らないといけないです。だから仮想通貨の資金でどうやって動いているのかといいますと、まず、ね、ビットコインが動きます。その次イーサリアムとかそういう時価総額の大きい、ね、コインが動きます。そこから、ね、総額の低いコインに流れてきます。ジ,ジムは、ね、こちら、ね、ランキング、ね、約、ね、100位ぐらい。まあ 90, まあ、90何位って書いてないですね、コインゲコに。 こちらマーケットキャップ書いてないんで、ランキングちょっと不明なんですけど、まあ、100位、100位かわかんないですけど、100位、100位入ってるか分かんないんですけど、まあ、比較的ね、こんなに値動きしてるんで、時間総額が低いと思うので、まあ、仮想通貨、バブルが来ないとね、そういう爆上げはえしないと思いますので、私がね、ビットコインはね、まあ、そこがね、来るのはね、いつか分からないんですけど、まあ、次の半減期後とかね、4年周期でね、ビットコイン動いているみたいなんで、まあ、必ずしも今回も4年周期で動くことではないんですけど、 今までのね、4年周期をもとに考えるのであれば、またね、ビットコインのバブルが2024年、2015年に来た後にね、ジムが爆上げする可能性があるということです。そしてですね、ジムが、まあ、市場されたからね、更新するとね、皆さん考えてるかもしれないんですけど、ちょっとね、これね、良くないことを一つ申し上げますと、見てください、これ。これね、3月の境ね、これ、越せなかったじゃないですか。これね、めちゃくちゃ悪いサインです。 他のアルトコインとかに、例えばサンドボックスとか見ていてたはわかると思うんですけど、11月にね爆上げしてたとこ、c r ールとか見ててね爆上げしてたとこ、この11月の期間に。ですが、ジムは爆上げしていないってことですよね。言うたら高値、ビットコインが高値を更新しているのにかかわらず、市場最高値を更新したのにはかかわらず、 ジムには資金が投かれなかったということですでこれどういうことかと言いますと、ジムね、言うたら日本でね、ものすごくね、結構人気なコインなんですけど、まあ、海外ではね、あんまり知られてないんですよ、こちら、ジム。で、まあ、その時ね、ネムの,の持ってったら、まあ、爆上げ、ネム持ってったらちょ、よくその辺たどってないんですけど、まあ、スナップショットでネム持ってったら、ジムがもらえるみたいな感じで、その時のね、バブルに乗っかって上がっていっただけなんですよね、これ。 そして、曲がっていったんですけど、これ高値更新できなかったんで、しかもね、これプレスエルかかわかんないですけど、まあ、コインゲッコを見てる感じだと、まあ、史上最安値をどんどん毎日ね、更新していってる感じなんで、とりあえずね、まあ、これがね、まあ、次のバブルで、この高値ね、越すっていう約束一切ありません。ので、皆さん、59円とか、ここから上がると思うのであれば、まあ、それはね、 何を根拠に元に言っているのでしょうかもちろんね、ここまで上がる可能性ありますよ。全然可能性はありますけど、この11月の時に、このね、この高値付近まで上がらなかったっていうのがね、ものすごくありです。もう一つね、上がらなかった通貨もあるんですけど、それはリップルなんですよね。リップルもね、こちら11月にね、この、この11月、3月ですね、3月にね、これ前回に市場されたからね、こんな感じでね、回復しなかったんですよ。例えばここでね、高値掴みした人は、 今のシンボルとね、結構似てると思うんですけど、シンボルもね、こんな感じの長いね、レンジに入ると思うんですよ、1年から2年の。こういう欲よく,よくの動きを作ってて、そこを今から作っていきます、シンボルは。で、ここでね、リップル買った人もね、ここ,復活こ,こからね、いつかね、これこすと思ってたと思うんですよ。ですがね、永遠に越すこともなかったんですよ。で、これには理由があって、リップルは今現在ね、裁判してて、アメリカの、えっ、ー、と、 アメリカの、まあ、アメリカと裁判してて中、証券であるかないかっていう裁判をしてて、今結構ね、優勢な動きになってってるんですけど、まあ、その時はね、結構ネガティブニュースが流れてたのもあって、見てください。これ、市場最高値更新しないんですよ。ので、必ずしもね、市場最高値を更新すると考えているのであれば、大間違いだということです。でシンブルはね、もう今年のね、去年の3月、2021年の3月に生まれた通貨です。で、まあ、この11月でね、この高値をね、更新できなかったっていうのはね、かなりね、 まあまあ、かなり良、ね、くないということがわかると思います。のでね、まあ、そこが、ねまあ、どこになるかはわからないんですけど、まあ、ビットコインが底づいた時になると思うんですけど、まあ、こういう、ね、横横の動きが1年から2年続くと思います。そして長期的に見るのであれば、まあ、私は、ね、こちらの、ね、0.4ぐらいは、ねまあ、最低でも、ね、上がってくるかなとは思います。ですが、ここまで、ね、上がってくる約束は一切できません。なんなら、ね、しない可能性も全然あるかなと思っております。ここからね こ,こからねシンボルがこういうニュースあって、医療大麻の栽培管理でシンボルを活用っていうことで、まあ、こういうね実用性が生まれてきてはいるみたいですけど、はいただね、さっきのリッ,リップルとか見せたように、全然ね、例えば裁判とか劣勢でもないのにかかわらず、こういうね11月の時点でこの高値をね、まあ、つけれなかったっていうのはね、ねかなりね、まあ、ちょっとね、痛いかなとは思いました。 で、まだ、ま、で、言ってね、ずっとね、そこを入れる動きもなくね、どん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 売られ,売られ続けております。まあ、誰が売ってるかわかんないです。チームがおそらく売ってるのかもしれないんですけど、VC が売ってるのかわかんないです。VC いるのかわかんないですけど、ただね、見てる感じだと、ホールダー、ホールダーね、あんまり売っていないので、大口がね、チームの誰かが大口がね、売っているのだとは思います。はい。ので、この横の向の動きが続いてて、 0.4ぐらいはターゲットできるかもしれないですけど、ここはね、ちょっとね、正直言ってね、自分はね、ちょっと不安でございます。本当にね、客観的にね、述べてる意見なんで、別にね、シンボルの暗示とかっていうわけではありません。ただ、感情的になっても投資は成功しないので、投資では勝てません。感情が自分の敵なんですよね。ので、ちゃんとね、現実を捉えて、うそういう理由もあるので、ただ、もうそういうの、ほんまに客観的に届けているだけです、私は。はい。 なで、私であればですね、まあ、このね、こちらの動画、本当に見てください。これ、ビットコインドミナンスとか仮想通貨がね、なぜね、ここから暴落する可能性が高い理由が、ね、あるかね、こちら全部説明してるんで、めちゃくちゃ大切な動画になるんで、仮想通貨についてね、もっと勉強したい方、知りたいという方ですね、絶対にこの動画見ていってください。そして、このチャンネルではほぼ毎日投稿しております。こういうね、動画、共有意見、述べてますので、もちろんね、自分の意見とはね、違った意見かもしれないんですけど、都合のいい意見だけを飲み込んで、意味がありません。もちろんね、ミスターゲン、私がね、間違っている かもしれませんが、まあ、それもね、こういう意見があるのだ。仮想通貨って、投資ってね、すべての考え可能性を考えないといけないです。上がるだけを考えたら意味ないです。市場最多からね、更新せずに、ね、このまま死んでいく仮想通貨もあります。まあ、ジムはね、おそらくね、死んではいかないとは思います。まあ、結構いろんなね、バックとかでね、大手日本の取引所にビットバンクに上場してますし、かなりね、バックがちゃんとしてるので、死にはしないと思いますけどね、そういう仮想通貨も存在しているので、まあ、この動画はね、注意喚起の動画となっております。まあ、それでもシンボル買いたいっていう方はですね、まあ、バイビットで 上場してるか分かんないですけどあとの OKX、OK、ねこちら手数料 A 久5%オフあります皆さんぜひ登録してってくださいそしてビットゲットトリクねこちら今ね大会もうすぐね開かれますもうちょっとねババってね開いていきたいんですけど、まあ、さ最近ねビットゲットトリクがこちらメッシとねコラボしたみたいで すごいですね。どうやってやったか分かんないですけど、ジェシーとコラボしたみたいで、こちらがね、11人のトレーディング大会をします。で、これね、優勝したらね、数千ドルをもらえるみたいなので、マジでね、これ頑張っていきたいんで、皆さんね、トレードに自信ある方、ぜひね、一緒にやっていきたいです。説明欄からね、こちらから登録したら30%オフのね、手数料。 割引ありますここから登録してね、説明欄ので、ね、こちらディスコードグループか LINE グループでね、こちらトレードね、話していくんでね、皆さん、ぜひ登録していってください。こちらね、1日の2、3分しかかかんないんで、OKX、OK、バイビット、ビット t ット、バイナ i n 持っていないアカウントがあればね、これお得に言われるんでバイ、バイビットも50万円の入金ボーナスあるんで、ぜひ登録していってください。ので、まあ、結論から言いますと、短期的には、えーのね、上がっていったとしても、今のね、相場の指標から考えますとね、すぐこんな感じで売られます。 見てわかるじゃないですか。40%上がれて一気に一瞬出られました。今誰もね、アルトコインに、こういうリスクオンの資産に、ね、投資しようとし,し,ないしていません。理由はなぜかと言いますと、今完全にリスクオフモードです。今完全に利上げを行ってて、誰もね、リスク,リスク,リスクオンの資産にね投資したくないと考えてるんですよ。しかもね、今現在戦争とかってコロナとかあってね、今ね、本当にね、またリセッションがね、もう始まってると思うんですけど、リセッションがね、もう来ます。リセッションが来た時に市場が暴落した時こそがそれが買い時なんですよね。 まあその動画もね、また詳しくね、このチャンネルで話していくるんで、通知音チャンネルと高評価していってください。<laughs> はい。っ、まあ、てな感じでね、まあ、長期的に目線で見ていくと、またね、こういう横横の動きが始まってね、また上がっていくとは思います。ただ、 まあ、プロジェクト的にとかね、こういうね、チャート的に見ていきますとね、まあ、そこまで爆上げするかはわかんないです。地上体高にね、更新する確率もね、わかんないです。もしかしたら更新するかもしれないですここからチームがね、どん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 ね、アップグレードしてくるあれば、えっ、ー、と、投資家を納得することができるであれば、地上体高に見えますけど、このままであればね、ちょっと難しいかなと思います。てな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。では。